お疲れ様です。今日はですね、こちらのメガドラフトチャレンジで呪文と施設のみロイヤルやっていきますってことで、はい、そのまんまですね。俺は呪文と施設しか選びませんが、勝てんのって話ですね。はい、もう一発ついてますけども。で、これね、やっぱ呪文と施設のみって聞くと、ウッドとかポイズンしかない。ね。で、あとは、小屋とかしかないようなイメージがあるんですけど、意外とね、隠れてるカードが3つぐらいあって、今回そのうちの2つがあるね。わかるかな？施設で勝てるっていうか強いのが、ゴブリンドリルですね、これはい。ドリルも、だいぶ強いカードに入ってくる。はい。攻めれるんでね。まあ、迫撃クロスみたいな感じだよね。なんで、あるとやっぱ積極的に取っていきたいね。削れないんでね。ドリルはあったら取りたいんだから、絶対取るな！絶対取るなって祈ってる。今。連打してる。で、あと、呪文枠で強いのが、まあ、やっぱ5とかロケ、ね、呪文だと想像すると思うんですけど、呪文枠で強いのがね、意外とスケルトンラッシュですね。はい。このカードも、意外と良かったりします。スケラタとゴブリンバレルか。はい、この2枚はね、呪文なので、はい、今回のルール上、積極的に取っていきたいが、なんか相手のデッキ完成されてんな、おい。一旦マイティも取りたいし、みたいな。ミニペッカーも取りたいけど、みたいなね。いや、シバー！ちょっと待って、これスケラマジで取ろうかな。え、オーブン取んなよ。てか、スケラ取んないと陸受けねえ。いや、あと、タルババかレイジかみたいなとこあるんですけど。タルババかレイジか。陸受け的には絶対タルババなんだよな。でも、スケラレイジの夢があるけど、絶対タルババなんだよな。タルババ取るか。はい。というわけで、これが呪文施設ロイヤルメガドラフト版ですね。やっていきましょう。まあ、勝っちゃいいんだよね、別に。ガチで痛い。ウッドがちょうどないの。マジ？何これ？クエイクもない。え、何これ？やられてんな。噛み合わなさすぎんか。いや、でもよ。きつい。竜のきつい。あ、マジで。まさか許せん。こいつピック下手くそなんだなって思われてる。ごめん。でも、まあ、勝ってばいいかな。いや、おしゃれにな、ドリルタルババとかでキング起動とか。え、これは熱いぞ。インフェがミリ残り活躍していく。で、問題は、ちょうどいい時に来てくれるね。ウキアも来るな。こんにちは。はい。あ、メガナイ。おー、いけいけいけ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。サイクルが整ってきたよ。まあ、このハイスピですら俺はね、許せないね。これ低めの方が良かったかな。走りそうじゃね？走るなよ。そのミリで。うっ。うわー、痛え。笑えん、痛え、このダメージ。拾える。よしよし、これはいらないね。メガナイトいるんですよね、問題は。ちょっと勝てそうだな、でも。ちょっと勝てそうだな、マジで。おもろいが、ワンパンされるぞ、俺は。メガナイトの気がねえ。いや、マジで。これさ、打っていいです。いっぱい使ったぞ。よし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 、あと守るだけ。単品スケラが決まるのでかすぎ。で、相手呪文取ってないよな。なんか、ザップ的な、可愛らしい呪文だった気がするんで。さあ、迫撃で受ける。そうですね、ザップだけなんで。ここで延命してあげて。一発かましてのよしで、あとは守るだけ。いや、183呪文圏内、呪文いっぱいある。よし守れ、ガチで守れ。本気で、うわー、本気で立てろ。いっぱい建物いっぱい立てとけ。ガチボーイ、ガチンキャ。過去一の引きこもりを見せろ。一旦ね、インフェでこがそうだと。よし、立てて。これ共有できるな。クエイク圏内、ポイズン圏内、ドリル圏内でもある。よっしゃ、でっけえ。いや、これマジでね、一生の重みがちげえ。よし、ジででかい。でも今回のピックは、ドリルもあって、それこそポイズンウッドもあって、いい兵もあってね、なんか多分、悪くない方だったんですよ。多分。悪くない方がいい。悪くない気がした。なんか攻め方が一番ないみたい。ドリルある、熱い。あー、ドリルしかない。で、ポイズンウッド取りたい。もうポイズンウッド、お願い。あ、デリバリーも欲しい。デリバリーは防衛強いんで、絶対このね、戦い、防衛俺弱くなるんで、ポイウッド取らせろ。ショッパのクロスはやばすぎ。絶対15秒ミスったやん。で、熱くねこの展開。でも待ってくれ。俺、陸受けねえ。どうしよう。陸受けねえんだけど。ロケか。クロス取られたら普通ありがてえんだけど、陸受けねえ事態。うわ。はえぐ。それやばいな。それやばいな。まさかのゴーレム取られたんだけど。普段絶対取んないだろ。うわ、ちょ、待って。スパーキーとか取りたい。やばいやばい。守れん。いや、守るしかないんだよね、俺は。うわこれ、やば。相手のピック、いかれ、チン。ぽやんけ、ほんとに、マジで。マジで陸受けがねたまった。あ、おりあった。奇跡。相手のやばっ。まあこれクエイクさ、エリポン取りたいんですけどね。クエイク取られたら、クエイク絶対取るっすよね。エリポン取られたら終わるんだよな。やばい。あ、待って。あ、やばい。マジでごめんなさい。ズルした。普通に15秒経った。エリポンか、もう1枚の雪玉かの選択で。ごめんなさい。ズルしたんで、できるだけムート出さない。できるだけ出しません。はい。もしかしたら出すかもしれないですけど、もうできるだけ出しません。もう出したいです。渋ー。できるだけ出さないように。いや、相手のピッキーやべえな。あー、マジ、できるだけ出さないって言ったんだね。できるだけ出さない。一発受けちゃうかな。一発だけな。間に合い。たまたま間に合い。ああ、気持ちよくなってんな。お前、俺がまだ頑張ってんだからな。縛りでやってんだから。これ解放したらお前は負けだぞ。解放したら勝ちなんだけど、マジ、ケツスパにロケないの。なんで許されないよ。まあ、一旦ね。ああ、ガチでこれ渋い。ブート出していい出さないよ、守れないって。待ってよ。本当なんだったっけ。他のアタック忘れたな。うわー、マジでムート出しても負けそうだけどな。ポイズンだけでギリ耐えれると思う。耐えてほしい。で、今回の相手はなんか呪文1個取ってた気がするけど、1個だけだよな。マジワンチャンありそう。マジでワンチャンあるぞ。耐えろ。耐えてる。グッチ耐えたらお願い。最後にムート、バツつけたくない。最後だけズルする。最後だけ卑怯して勝つ。卑怯しても勝てないか。いや、卑怯して勝つ。強して勝つ。いやマジでワンチャン勝てそう。主張したけど、いや勝てば正義だ。うわー、もう一回守るかな。いやガチで勝ったわこれ。勝ったのかな、まだ早いか。美味しい。で、ちっこいやつのサイクルなんで、名前忘れた。ここにポイズンしたい。いやー、気持ちいい。マジ、ルール違反したけど、ルール違反して、1回だけ見逃してくれ。返したかったんだ。これはなしだな。これはマジで、本当に。これなし。もう一回、集中。15秒。いや、ドリルない。あ、ドリルある。あとスケラもある。一旦ライトニング取って、タルバボとかも取って。あ、取れんのか。いや、施設枠終わってる。ババ小屋？いや、空がいない。いや、ババ小屋ちょっと暑いぞ。ババ小屋あるぞ。あと、タルユキまで欲しいな。ドリルとスケラ両方いけるぞ。いや、これババ小屋あるな、ババ小屋。これババ小屋エリポン取って、まあ、タルユキも取って、あー、ゴールナイドリームされるっすね。絶対ロケはね、ドリルロケ強いんですけど、だけどって感じですよね。いや、マサニク取れなかったらスケラ取りたいな。エリポンババコが取って、ドリルも取りたいけど、早めに取るとダックプリとか取られそうなんだよな。で、ババコが取った時点で取られそうなんで、いやー、スケラーもありだけどね。ちょっと一旦取って、ババコが取って、最後に、まあ、スケラを取るのか、まあ、ザップー、なんかないよな。いや、そうですよね。絶対ダックプリ、クロス、えぐ。やばい。鬼悩みこれ。どうしよう。それ取られちゃったらもう。いやー、クロスー。これスケラしかない。うわー。まあでもスケラか。スケラしかないよな。なんか小さい施設欲しかったな。大砲とか。まあでもこれで2枚でマサネクとかガゴを取んないでくれたら熱いな。なんかいいやつ取ってくんな。呪文取れ、呪文。お前、呪文少ねえんだって、マジ。うわ、スケラか。さすがにスケラか。うわー。なるほど。まあ、冷静に防衛クロスから入るよね。冷静にね。勝つためにね。仕方ないよね。ロケ打ってくんねえかな。ゴルナイダックプリの受けがねえっすよね、俺。大砲折りがないのはね、結構渋い。まあ、暇なんで雪玉で、ないと早くこっちに。雑にエリジャイ展開してくれたらすごい嬉しいんですけどね。これ調子乗ってるぞ。絶対俺にはわかる。その今やってるよな。サイクル覚えろ。ゴルナイナイトギャングね。雪玉欲しいけど、雪玉回るか。回るね。いきます。稼げる時に本気で稼ぎに行く。コウモリ違ってもいい。ドキラ道を開けるんだ。めっちゃいい。めっちゃいい。守れ。一気に守れ。ババがやってくる。これ後ろにマジババがもう一回産んでくれ。もう一回呼んでくれ。いや、呼んでくれそうだな、お前なら。いや、産まないの。まあ、さすがにダメージ入れれないんでね。やべ。やべ。いやー、痛いけど、痛くない。かゆいだけ。いや、このダメージちょっとでかいけどな。いや、雪玉が早すぎて。うわー、めっちゃいいコウモリ。テグダーク完璧やん。うっさ、ババグだ。ババマシマシで。こういうのはね、ちょっとこっちにちょっかいかけて、よしよし、形はやっぱ作らせないね。いやー、でかい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 。そのロケ使ってくれる。ババグはもっと頑張れるんじゃない？一旦増しとく。やっぱ何でもマシマシって美味しいっすよね。よしよしよし、美味しいぞ美味しいぞ。エリポン無限だこれ。エリポン無限マジで100個ぐらい置けそう。あ、これ調子乗ってる。ロックスクロス。いや、このクロスもいいのか。エリポン行ってから考えるか。いや、これマジでスケロ打ちたいんですけど、打てないんですよね。そうなんかいっぱいいるじゃん、相手ユニット。いつ打とうかな。マジクロスがいい感じ、いい味出してるっすね。これちょっとチャンス見えてくるっすよね。ああ、でもマジ一旦遊んでない感で、別に俺真剣にプレイしてる今。真剣なんですけど、することなさすぎてマジやばい。右サイド攻めたいんですよね、俺は本当は。いや、これ来たかも。右チャンス来てるくね。ドリルスケラー10問までいきます。相手も暇でカード割いてる。ボールのやりだけちょっと気をつけたい。これでも何もできん。ライドニング打っちゃう。え、勝ったやん。おいでかっ。ババがちょっと良かったな。今最も弱いカードです、ババ小屋。はい、視聴率ほぼ 0% です。さあ、でかっ。エリポンのタスクもね、溜まっていくよと。普段使わねえからな。よしよし。いや、ちょっといいな。まあ、呪文割が序盤にいっぱい取るんで、施設系がちょっと強かったりするよね。うわー、ポイズンファイブライト。どれも強い。まあ、一旦ポイズンやらめぐらい取っとくか、俺が。ポイズン、いやー、あー、なるほどね。いやー、ポイズンライトだったかな。悩む。いや、ボイスライトだった気がするけど、まあ、で、あ、ゴブリンバレルある。え、ドリルもスケラーもある。なんでもあるぞ、今回。まあ、でもバレルな、相手があれ持ってんすよね。やなめ欲しかったっすね、だから。悩むが、あ、ゴブ小屋取って、インフェ取って、いや、檻がある。墓石か檻、なんなら両方。いや、でもスケラで攻めるのもちょっとありだな。吹き矢がいるんですけど、まあ、スケラポイズ打ってしまえばみたいな。うわー、ライトニング取りてー。ちょっと待ってよ、スケラかドリルか悩むな。バレルはね、いらないっすね。檻は確定だと取ってもいい気もするけど、うん、檻は確定で取ってもいい気がする。お、相手、俺の大事な、ドリル取られた。いてー。ユキ取って、うわー、めっちゃ下手くそなやつやん、ピック。ちょ、待ってよ。いや、気づいた。ドリルの受けねえんだ、俺。終わった。あ、墓石？うわー、墓石でドリル受けるやつおる？いや、受けなきゃいけないな。もう墓石スケラーしかないっすよね。あ、でもホバー、いや、ライトニングちょっと見えるんだよな。いやー、マジで。ドリル取られんのは違うわ。もっと最初に取ればよかったか。はい。ということで、スケラデッキが完成しました。環境最強スケラです。わぁ、いろいろいい。全然美味しいな、いい話。俺の嫌なのはドリルっすね。ドリルをどうやって守ればいいのか教えてほしいな、誰か。ゴブ小屋プラス雪玉ポイズン雪玉過剰防衛しかない。一旦いい評価か。相手は、マジ、矢の雨は中月中もないよな。ライト取ってなかったと思うんで。はい、天才。ガチだね。マッスル狙いか、左の練り込みでもいい。あ、吹き矢がいいのか。いや、これダメージ稼ぎ時っすね、今。絶対。どけ！マッスル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 パンチ！でかすぎーだって、めっちゃいってめっちゃいって。バカ入ってるぞ。あ、俺、墓石を取ったのか。いや、ちょっと待って、でかすぎるぞ、このダメージ。天才キング起動もできたし、674やろ。天才は自分のことを天才って呼ばないんですよね。無能です、ただの。インフィを置いて、これ味、豚だな、あれ。さあ、これで、拾っていくよ。この好きで。どんどん近畿できてるから、ほぼ完封ぐらい。うわ、熱っ。しかも674なんで、チク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 いくよ。で、ライドラカモン。あー、ボンバーは打たなくても良さそうだな。やりこぶで。2回だ。2周でいける。2周であれは。あー、そういうのちょっと嫌だ。いや、マジで。これノックバックねえからさ、危ねえんだよな、ライドラ、やめろ。やめろ。最後に死に際に絶対打つやつやん。危ねえ。スケラ打ったっけ。さあポイズンでスケラ打った。吹き矢使ったっけ。さあドリル受けです。俺の大事なドリル受けいやー、これ勝ってんの熱っ。いや、もうこの序盤にね、今だって時に決めんのいいね。あれおしゃれに雪玉でノックバックさせてえな。インフェ届かんのかい。何やったんや。はいお前人気者だな、さては。いいな。はい、さあ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 、あとはもうね、ちまちまやって、ポイズン圏内ですね。よっしゃー、でかすぎるいや、小屋はね、まあもともと強いんだよね。ポイズンウッドとかそういうの取れた時の小屋は積極的にね、通常のメガドラフトでも取っていきたいよね。さあ、これで、なんと6勝ラインまで来ていく。えぐ、でかい。4連勝してる。マジちょっと待って。いや、そろそろ怖いぞ。いや、今でもね、その、選択肢がちょっといい。うわ、ドリルがないけど、バレルはある。矢の雨欲しい。バレル、ドリルないね。スケラもない。矢の雨絶対取んなきゃ。矢の雨取って、もうバレる。矢の雨取って、うわ、ポイズン取りて。トルネ取られるの嫌だけどな。トルネ取られるの嫌だ。マジ、ポイズン5悩む。いや。オーブンだな。いや、これで、オーブンだなっつってポイズン取ってる。そう、だからオーブンを取りたいからのポイズンですね。クエイクまで取って、削りは十分ですよと。てか、トルネ俺が取った方がいいかもな。相手の D がキング起動できるし。トルネ防衛はめっちゃ強いぞ。これ、いやー、クエイク、取っとくか、俺。だいぶ悩む。一旦バレル取るわ。絶対取んないといけないんで。あとはディガー受けの、墓石クエイク、これ、でも取んなかったら俺終わるっすよね。いやー、施設全部欲しい、あれ。全部欲しいな、施設。一旦降りと。いやー、クエイクー。いやー、取るか。取るしかねえ。いやー、あと待って、これ3つ欲しい。3つ欲しいけど、インフェは絶対かな。墓石がワンチャンいらないかな。でもディガーの時欲しいっすよね。オーブンで削りも欲しいよね。ディガーの受けマジでねえんだよな。いやー、墓石、防衛をちょっと考えて、オーブンじゃなくて墓石にしたけど、いや、オーブンの方が良かったかもなっていう後悔もあるけど、まあ仕方ねえ。そんなあんまかんねえだろ。そしたら何取ってくる？何でもかかってこいよ。あんまなんか関係なさそうなやつがいいな。いや、ゴーストきつい。いや、墓石でよかった。ゴーストも受けれる。ポジティブ。で、序盤からいっちゃうよん。はい。それ強っ。それずるいな、あんた。まあ、一旦ね。キング起動したいですね、その序盤に。キング起動できなきゃもう負けぐらいですね、正直なところ。まあ。いや、めっちゃいいトルネしてる、たまたま。よしよしよし。ファイボ防衛か、あんた。ずらして。このディガーなんですよ、辛いな。たまたまコースないとかないから。いや、そんな感じだよね。おっと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 、熱すぎー。ホバー来たら来た。はい。これででも墓石壊されちゃうのよくないですね。もったいないな。文句ね。いや、モンクラム止まるかな。いや、止めます。止まるかどうかは分からんけど、止める自信ならある。いやー、なんとも言えんけど、まあええやろ。バレルは飛ばしとくっちゃ飛ばしとくっすね、ぶっちゃけ。ファイブ使ってくれたらまあ美味しいし、キング起動できてんのも美味しい、ザップできてくれるのも美味しい。でキング起動できてねえんだ。やべ、できてると思ってた。さあ、キング起動できてないらしいので、どうにかキング起動したいとこですね。ああ、いいマッスルだ。削っていく。このゴーストキング起動。ゴーストじゃなくて板はもっとしやすいです。いやー、これ使わせる。いいね、いいファイボだよ。そういうの気持ちいいね。さあ、D が受け。やっぱトルネードね、強いっすよね。最強、ぶっちゃけトルネ。で、あと、まあ俺クエイクで最悪削れるんで、ダメージを抑えるの大事ですね。削っていきながらめっちゃスケルトンいるぞ。いや、墓石にしてよかった。幸せだ。ポイズン構えたいね。コマぐらい出てきそう。出てこねえのか。置いとくか。いいファイボだね。いや、これタワーでよかったな。明らかにビビってる、俺は対戦相手に。マジで。ああ、呪文圏内だ。はいはいはい、いっぱい打って。いやー、でかすぎー。いや、トルネです。ちょっとトルネ絶対取るわ。めっちゃ強いぞ。しかも今日の俺はピック早いからな、相手からしたら頼もしいだろうな。こんなにピック早いやつ見たことねえ。嬉しいぞ。最初だけ早いぞ。連打するから。はい、うっと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 欲しいよ。うっと欲しいよ。2秒で取る。あー、マジでポイズンずるいて。めちゃくちゃ硬いピックするやん。俺はドリルがあるね。ドリルしかねえのか。スケラがないし、ゴブリンバレルはないんで、ドリルは絶対取んなきゃいけないなぁと思いながら。うわぁ、それ今俺連打してたのに。連打してたやつ取られると、だいぶ渋いよね。まあでも、鉄壁でいこう。鉄壁今回、相手、これディガーもないんで、あ、吹き矢強いって。エリポンとか壊せないんですよ。うわぁ、エリポンちょうど壊せるやん。ふざけんな。まあ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 、硬くね。あと俺、陰キャすることしかできねえんだ。フリーズワンチャンのかな。あーあーあー、え、ドリル警戒しすぎだろ。いや、ババ小屋さ、ちょっと夢あるんだよな。はい。俺もあとだってフリーズかザップかテスラっしょ。いや、ザップのメリットは2コスト。うん、2コストなんで、カード回しになるんだよね。正直。2コスト取るか、テスラ置いとくかっていう。テスラにしとくか、ほぼだし。いやー。いやー、はげるー。やばすぎ。もう相手勝ったと思ってるやん、これ。こういうやつをしばくために、俺は多分生まれてきたんだろうな。最近思う。集中。マジババコヤは強い。それだけは言える。でも相手のダックピリとバルキリーも吹き矢もきつい。ウッドとやら取られたのやばいな。いいピックだ、さすがに。早く吹き矢用のポイズン欲しい。熱い。まあ、呪文ないんでね。俺は本当に我慢です。我慢の試合ですね、今回は。うん。耐えて、リポン一旦後ろに4つ置いて、から。いや、行きたい！ディガーの受けがないのよ、おじちゃん。おじちゃん、ディガーの受けないのよ。後ろに置いても良さそうだな、もう。顔面で受ければいいしな、他。後ろに置いて、本気の延命だ。強いって。いや、マジで。強すぎ。勝てんのかな、私。本気で思ってる。勝てんのこれ。ウッドがあるのがね、緊急時用のウッドが強いよな。構えてる。ポイズンで一旦これで勝てるんじゃねっていう。ディガー、こんにちは。あなたのディガーのタイミングが分かってくる。そこはもうね、まだなんですよ。クラロワってまだなんですよ。アセットが負けるんですよ、こうやって。アセットが負けるんですよ、それで。出ろはみ出ろ、やっつけるはもっとやばい。俺が負けそう。なんでん、これ熱い。いねえだろお前。いや、うっとうなるか。やばい。いや、え、めっちゃ痛い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 る。キアいないってことはインフェ最強。ガチである。俺とも焦ってる。絶対。俺も焦ってるけど。単行で、男はババコやね。インフェで全部ハゲるタイプね。バルキリまでさえたらドリル飛ばすぞ。ポイズン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 。めっちゃいい鉄だ。うざいぞこれ。おっ、そいと。ババコで強打して、レイジで。一発でも入れば。うわーうわー、これ勝ったのやばすぎー。え、これ相手最初なんか笑ってたよな。どんまいいよ。え、やばすぎん。うわ、めバカ漏れ。マジでめっちゃ勝ってる。え、マジか強い。さっき負けたやつですねこれ。ちょ、もしかしたらよ、もしかしたら12勝がいけるかもしれないっていう夢が見れそうなんで、ちょっと、もう一回行こう。さすがに無理だと思う。うん。一旦取って。今回ドリルがあって。いや、バレルとスケラの確率ってそう考えたらちょっと低いっすね。関係ないのかな。まあ、ライトニングも取りたいよね。デリバリーも取りたいよね。デリバリーはね、やっぱ、こういう俺のヘボいデッキでは大事な防衛カード。あ、今回施設が3つしかないんで、多分。あ、ドリルがあんのか。ちょっと悩むけど、だいぶ悩むな、これ。どうしよう。クエイクさ、俺取られたら多分やばいんだよねって思いながら取らない。あとドリルはこれ今すぐにでも取んないと悪いよね。あー、マジで同じだな、さっきと。クエイク取んなきゃ。クエイク俺取んなきゃ負けるんですよね、多分。取ってから考えるか。取ってドリルも取って考えるか。はい。で、あとは、墓石ゴボリ。今のままだと。あ、でももう一個いける。レイジか雪玉。そっか、呪文。施設、ボム取られたからか。まあ、施設2個取って、もう決まりました。俺、逆にこれ雪玉取ってくれたら、はい、これ仕方なかったってことで、1枚ちょっと強そうなやつ選ばせていただきます。何が強そうかなと。マジでわからん。スケとかでいいわ、もう。いらん。バルキリーね。やっぱしっかりね。防衛意識だね。雪玉で弾いちゃうそう。今回の間これ何で攻めんだ？バルーンとか取られたらやべえのかな。いや、バルーンだったら禁忌すればいいんで、バルーンでいい。めっちゃいいやん。言霊。バルーンだって施設2枚で守れるんで、イージーっすね。これさ、さっきより絶対相性いい気がする。一応バルーン用に内側みたいな。でも問題はね、また同じ。ディガ受けがね。これ。ディガーがね、ちょっと辛いよね。ディガー辛いよね。おいしい。入るし。一発入ったし。これ近畿道です。はい。めっちゃ美味しいバルーン、マジ。なんかマジ勝てそうだぞ。いや、もうね、ディーガー受けっすね。ディーガーを墓石で拾っていこう。レイジディーガーが厄介だな。これたまたまマッスル入んねえか。いや、雪玉の遅延で。バルキリー咲いたよね。よしよしよし。チャンスはね、しっかりね、逃さないよ。ウッドは打ってもいいけど、打たなくてもいいね。打ってもよかったかもね。まあ。問題はバルーン言うて大変だ。ディガやでも勝った。これ勝った。相性めっちゃいい。さあ、クエイクで削れる。たまたまアウトロー来ねえかな。さあ、削る。ああ、そんなカードあったんか。これやば。これでバルーン来てユキ打って跳ね返されて、みたいなね。あ、これもキングギドできる。キングギドしとったな。ウッドでダメージ稼いで、バルキリー咲くまでは、ドリルいらないみたいな感じ。キングギドしたんで、まあ、これぐらいで守れそうっすね。はい、で、バルキリーいないんで、おー、ぶねえ、入らないよな。そうだよ。あ、バルキリー咲いたら、お兄ちゃんダメだって言ったじゃん、あれほど。まあ、雪玉打ちます。はい、なんか来るやろ。どけどけっつって、これで無理やりね。まあこれはね、使っとくか。ちょっと危ないよな。危ないよね。いやー、危なすぎてか入ってるやん。なんでゴーストおったんや。いやー、一応ドリル使っとくか。レイジがね、レイジだけ危ないんですよね。勝ちました。もう呪文圏内でしょ、こんなん。多分。いっぱい施設あるし。はい。ゴーストが声は関係ない。雪玉で強制ダメージ。で、ライトニングで、フィニッシュー。あれれれれれれれ。ほんとかい？何かズルをしているんじゃないかという。はい。優勝。来い。いやー、バレルある幸せ。ヤナベ取ったら相手呪文ねえ。あっつ。ヤナベ取って、ファイブまで取って。はい。ゴブリンバレル、これ取るなよ。スケラはないね。ドリルもないと。なんでもバレルで攻めるのは確定です。もう取りたい。取って、クエイクも取って考えよう。よし、はい。こっからね。いや、小屋強い。いや、ボム取られてもね、嫌だな。ボムさ、小屋に強いんで、ワンチャン取られるんで。あ、でもあれか、俺クエイク持ってるから取りにくいか。え、小屋取りたい。小屋、熱い。で、ごぼうりもある。え、今回、でも過去一のピック来てる。小屋こそ俺に。早くしろ。早くしろって。2秒で終わらせるから、俺のピック。はい。はい、次。今日だけ早い。いつも長いのに。あと、オリットどうしようかな。レイジかな。ロケット。あー、ロケットちょっとあるよな、なんか。ボムか。冷静にボムか。はい、完成。いや、レイジちょっとあったけど、まあ、ちっこいのいないんで、ええやろ。おー、相手がロケット持ってくるパターンか。俺が呪文買い占めたんだね。よし。一旦置いてこう。よっしゃ、楽しい。メガドラフトで小屋できるのガチ幸せだ。しかもあれ、入るぞ。はい。ライドラなんかね、これで終わり。はい。弱い。ライドラ弱いです。いやー、マジこのダメージで勝てそうなんだけど。やば。え、そんなにリサしてくれる？これ本気来るってこと？文句プラスのみたいな。小屋を壊したいが壊さない。これはまあ一旦バレルいってね。しかも文句さえたタイミングなんで、まあハンターとかかな。はい、やりゴブがね、チクリと。いやー、でもこれやばいかな。いやー、ボムナイス。マジでナイス。さあ、小屋の始まりだぜ、お兄ちゃん。あ、やばい、弾に当たってない。下手すぎ、ファイブが。まあ、ライトのこと、これ、起きていいけどな。ロケ打たれちゃうとね、嫌なんですよね。ゴムがさっきいい感じに陸受けになってたしな。我慢か。相棒あそこと一緒に使いたいな俺。でもバレルと一緒にね、あれが来るんで、あれよあれハンターなんで、一回ここは我慢と見せかけてちょっと斜めの位置に出しちゃおう。いや目がいいな、ほんとほんと目がいいぞ。まあこれはもう無理。熱いはず、熱いはず、熱いはず、熱かあれ。いやでかい。いやしかもこのゴブが小屋で頑張れるな。えでかっ、え待ってマジで勝つぞマジで勝つぞ。次あれと組み合わせたい俺。ファイボハンター絶対ハンター、ハンター咲かない限りハンターサイクルなんで7コスでいきます。お遅れてハンター、うっコストがない。いやーエグすぎるやるだと。いやうちいやさては強いぞマジ自分として独占プラン、うん、独占全部俺が持っていくスタイルね。さあまさかの10勝来ちゃう。あと2勝だな、いけます。さあまあポイズンかな、ポイズン取って小屋を取りたいね。で施設が今回あえってか攻めカードあバレルドリル両方ある。熱い。まあなんか一旦10問独占してユキもねぶっちゃけ取っちゃいたいけど、ババコやユキ取っていいな。10問だって4つっすもんね合計。うん、いやユキよくないかな。テスラとババコヤといやダメな気がした。いやでも雪取りたい欲望のままに。でバレるっすねさすがに。バレるでオリババコやテスラもちょっとワンチャンあるよな、強かったもんな。テスラじゃねクロスドリルはね、今回の相手にめっちゃ取りたい、今んとこ。ああ、でも、いや、でもマジドリルめっちゃ強そう。陸域にもなるかんな。テスラ、いや、マッスルも強いんだよな。さあ、これ、最後悩むっすね。ドリルで攻めをパワーアップするか。いやー、スケキン守れねえんだよな。テスラかな。いや、テスラな気がしてきたな。もうバレるだけで頑張って守ろう。守れんとね終わるかもな。まあでも今回呪文が軽いんでね、それに関しては悪くない。ああこれ絶対来る、来ねえか。シャシャリタルボムした恥ずかしい。しかも一発、あでよし一発なんでいいよ。さあこれは美味しい、ありがとうポイズン。今回の相手はもうディガーしかないんで、多分俺にビビってるみんな。ビビってるというか、何取っていいのか分かんなくなって、ディガーしか攻めカードを持ってない。そう、だから、守りやすい。まあ、マジアチャーね、今咲いてるんででかいですね。はい、スケキン。バルキリーもスケキンも咲いたら、マジで多分俺の予想ですけど、縦の戦士なんですよ、絶対。で、攻め穴目打ちたいんですけど、一旦、あーいやいた攻め穴目はね、あここ熱い、絶対攻め穴目だ。たまたまサイクルバグってない限り絶対縦線。うわバルキリーだったか。うわこれ渋いな、今の当たってたら、まあ、当たってたら幸せ者でしたけどね。まあ、相手はライトニング削りなんで、いや、勝てそう。冷静になればなるほど勝てそう。負け筋マジアチじゃね、マジアチだけ覚えとこう。今1枚2枚チャンピオンいるとどうなんだろう。3枚。ああ、もう俺がこのライト削りきついの分かってるっすね。はい、でかすぎ、入りすぎ入りすぎ入りすぎ、幸せ幸せで。問題はマジックアーチャーっすね。マジアチャーだけ嫌なんでポイズンしたいっすね。さあ呪文で削っていく。いや相手はこれも意外とうざいはず。檻は置いてバレルサイター、まあスケキンのパターンもあるんだよね一応。これ呪文でも削ってか勝とうぞはいはいはい、マジ俺が一番びっくりしてる。本気ですかね。さあ11次勝てば12勝だ。いやでもこれ呪文の強さ、呪文と施設がね明らかに強いことの証明になってる。さあ来た、お願いバレる。いやバレるない、いやドリルもない、いやでもスケラがある。さあ一旦スケラと相性良さそうなのを取って、スケラ檻、ああ小屋、迫撃ね、ああババ小屋ね。いやドリルがね、てかバレルもない、スケラかスケラかーって感じですけど、スケラがものすごい悪いわけではない別に。いやクエイク取って施設4つっすね、もうこんなん、はい、クエイク取って。こいつ呪文好きだなーって思われてんだろうな好きじゃねえよ。いやでもスケラも取るのか、待ってよ。クエイクでも絶対取んないといけないんで、まあスケラクエイクで、まあババコや、あーそれ強いって LSP。 いやスケラないわね、絶対勝てないんでね、スケラ取って呪文ちょっとガチでえぐい。いやババコやゴブコやインフェ、うわこれちょっとむずいな。ババコや良かったんだよな。まあでもホバームートとかに、いやインフェとマストラー、これちょっとミスったかな。山上ぐらい上げてもよかった気がしたけど、まあ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 ミスったとかねえかこれにいやザップかー、インフェ超持ちたい。いや待てよ、でもいや仕方ないか、いや仕方ない、いや勝てばいいだけだ。意外と相手スケラの抜けムーとか、はい、というわけで安心安全のゴブゴガスね。呪文がザップしかありません。ふう、即呪文あんな次のやりゴブと合わせて芝居たる。やべ、知られた。あえ、相手の圧着に乗っけるタイミングうまくね。あ、待って、俺が下手だったか急に急に下手っぴーでしたね。なんだいやマジで下手だったな。何したんだろうね。ワンチャンねえかな。ババいたな、ババ。一旦小屋置いて本当にワンチャン捕ましてほしい。うわおとなしくしとったらね、マジであったような気もするけど、この巨石の池が嫌だ。いやマジなんかでも2000やとちょっといけそうじゃない？ちょっといけそうな気がする。ムートいないとスケラの受けってババか相棒欲しいな。いやーまあ打っていったん。いやマジなんかちょっと勝てそうじゃない？勝てそうじゃないって思っちゃってるんだけど、これもう一発はスキル使える？もしかして。ああそれやば。いやマジでワンチャンこれババコヤとか置いてる場合じゃねえな。気づいた。これマジであるぞ。やばい。うわっああ自分5個ぐらいあんのに回んなかった。しくった。いやマジでうわ序盤初戦なかったらガチ勝ってた。じゃ次で12です。はい次がでも何でもいい。さっきのチャラです。遊びました。はいお願い。えマジでなんあスケラあった。スケラあったよかった。マジでなんもないんかと思ったわ。ビビらせんなよガチ。スケラあってよかった。よしよしドリルもバレルもないとね負けが確定しちゃうんでね。タルレイジスケラ相棒。いやでもレイジちょっと強いっすよね。まあボムエレジャイフェニックス強そうだねあんた。タルババトルカ問題もあるな。一旦施設を取るよな俺は。オーブン後ろ固定の防衛ボムと迫撃テスあ檻もあるわ。檻もねやっぱ先置きできるんでね。あザップ取ってくれんなら全然いいわ。いや相手スケラ抜きちょっと少ねえぞこれ。いやマザネクイーンのやばっ。うわこれさスケラでも絶対取られないよな。冷静に取られない。取られたら迫撃ですはい。スケラ取るなマジで取るな。じゃあマザネク取るな。スケラも取るな。本当にそれがやったら何でもいい。ガチ何でもいい。マジ何でもいい。やめろそこだけ本当に来い。うわーおいしい。これ勝ったくね見た目の相性的には勝ってるぞ。見た目はな。でしかも初手にこれなんもないのもちょっといやらしいな。前に置きたいんだよね。よしよしオーブンを後ろで前に施設でリジェンもりたいんだよね。よし積極的にボム置いていくよ。施設はいっぱいあるんでね。さあエレジャイ。いやこれマジさ普通に今削りに入る。相棒か相手。ちょっと邪魔だな。いや、まだあります。全然1200。アチャクイの受けはね、ゴブリンの檻でなんとかしようと思ってたんですけど、そう簡単ではないと。でも、今回一つ言えるのは、俺が攻めればダメージがすごい入るんですよ。それだけは間違いないので。受けが苦しいのは間違いない。まあ、このテスラで相手の圧着位も阻止した。圧着位か。右サイドも攻めたいけどね、左サイドも攻めたいよね。どうしようって感じですよね。いやマジでスケール打った方がいいな、単品でも。そう思えてきた。ああなんだなんだ、全然ドラゴン消えんや。ああスケラー打てんかったわしっかり煽られるし。はいはい、ということで呪文と施設縛りでした。お疲れ様でした。ご視聴あざした。なあ！